遊園地山久保。記載がないね。記載がありません。ちょっと行ってみましょう。もうここから降りるんだ。ちょっと待って、あらあら、ないですか。こういうなんですね、これも。これで分からんかね。分からんな、これでは。お、古墳の、あの、あれが、看板がないんかね。看板がないね。看板が。はい、じゃちょっと三好二号墳行ってみましょうかね。この前に見えるのが杉山古墳でございます。全体見えるね。あ、見える見える。三好二号墳。ただ越し古墳っていうのは今見えるんだな。あれがそうやけどね、分からんね。ただ越し古墳じゃね、入られへんからね。とりあえず横のこの二号墳行ってみようか。二号墳はね、全長93メーター。ホタテ型、これ。お、大きいね、こうやって見ると。はい。93メーターもあんの、これ。93メーターって書いてあるからね、下がってみましょう。気持ち悪いよ。はい、ここがね、二号墳でございます。93メーターであるんかね、ほんまに。縁墳の反対側が、反対側が分からへんな、これ。全然わからないからね。あ、そうやからね。あれ、ふーっと降りとんやろな。ここまでな。あんねやろな。はい、こんな感じでございます。ここで寄れるか。まあ、文字まで見えんな。はい。ここで。これが忠義古墳やけどね、表示がないんでわからないけどね、これは。で、手前に号があるんでね。ここでこう残ってんやね。あ、これ見てもね、ちょっとわからんね。はい。杉山古墳見てみましょうか。全国で20番目ぐらいだったかね。22番目ぐらいだったかな。もう大きいですよね。これが全容でございます。これずーっとここまでね。ただね、イメージ的には
これで見るとね、こう後ろが円墳みたいな感じするんだけどね、どうなんだろうか。ちょっと見てみましょうか。円墳だな、後ろが。これね、やっぱりそうだね。須山古墳。これです。墳丘は220m ぐらいあるのかな。これは中入れないけどね、ここから丘陵公園から綺麗に見えますからね。もう基本形です、基本形。宝墳から円墳。円墳の方がかなり高くなってますね。どこ見ても。おお、ここに看板あるぞ。おお。前はね、こう、こんな感じなかったよね。とにかくね、見ても、藪、いっぱいと藪がね、手前はね、この辺も藪ばかりで、きれいに刈られてね、よく見えるようになりました。もう作り出したね。今、工事やってるんだよね、まだね。中プロと一回回ったんやけどね、ずっと。ここが出てきたのかな。なんかね、よう分からへんだけど、入ったらあかんって書いてないもんでね、入ってもね。いや、相手だな、口がな、あの反対側な、あの、公園の方が入ってましたか。みんな歩けるようにね。いいんやけどね。作業を見るな、それね。もう10年ほど前は何にも池を見えなかったですね。水も全然見えなかったです。残念やね、全く見えないわ。これ。おお、見える見える。かなり大きかったんやな、この当時はね。まあ、すごい数作ってるからね、日本国中。6000基。確認だけでできてるだけでもね、5,600あるけど、6,000基以上あったろうと言われてね、連邦公園を。おー、微妙やな、これ。微妙でございます、これ。本当にね、微妙なとこよ、こう、あの辺のね、手前の木々がね、ちょっと邪魔になってます。大体この辺にね、天皇陵やったら礼拝所が設けられたんだけどね、宝墳の方やから。ここに火がなんか立ってるやろ、あこは入れるんだろうな。入れないね。この付近なんだけどね、本当ならね。これ河津桜でございます。随分大きくなりましたね。本当にほろっとしてたよ、昔ね。10年ぐらい前か。だいぶ大きくなりました。
あと10年したらもっと大きくなるね。当たり前やけど。西日でいかんかっていうか。これじゃ全然迫力ないね。これ津山君で出たな土器、円筒埴輪など、はい、ほんでね、あ、これじゃろ、これはおそらくね、4世紀って書いてあるから、4世紀末やからね、初期やね。だんだん広くなってくるんだよね、ここがね。この糞、豊富の方のね、このね、距離がね、これ、はしゃかもあんまないんだけどね、このままないよね。これがだん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 大きくなってくるよね。はい、あ、先っぽ来たやんか。先の農家でも、本当にこれは車止めてきたんだよね。